ロードして始めます。どうですか、高村様。アールグレイなどをご用意しようかと思うのですが。かしこまりました。お嬢様は紅茶でよろしいですね。ミルクと蜂蜜たっぷりね。夜遅くまで一緒にいようね。絶対寝かさないんだから。わっ、ちょっとお兄ちゃん汚い。だってお兄ちゃん面白くないくらいちゃんと朝起きちゃうんだもん。お寝坊だったのは最初の日だけなんだもん。確かにそうかも。まあ、お兄ちゃんのことだし、そのうちきっと隙を見せるか。何やら賑やかな声が聞こえてきましたが。聞いてよ、サビー。お兄ちゃんたら味噌汁拭いたんだよ。小学校以外で味噌汁拭いた人見るの初めて。どうしよっかな。さてっと。ほらお兄ちゃん、そろそろ行こう。お兄ちゃんどうしたの。高村様と。ちょっと、しゃあないってどういうこと？待ってよ、お兄ちゃん。どうしたの？私は別に教授を驚かせようとしたわけじゃないんだから。お兄ちゃん、この子誰？私は南美琴だ。おいお前こそ誰だ。教授の妹なんだ。妹なんかじゃないもん。妹なんかじゃなくて、なんだか偉そうだな。それよりヒュージ、この前のあれが欲しいぞ。この前の、あ、お兄ちゃん、あれって何の話？でも、かすかに匂いがする。前はこの辺にあったのだろう。
で出すんだ。お兄ちゃん、なんだ、朝サクヤが食べていたのか。それで匂いがしたんだな。いちご大福のことだったのね。サクヤは何の話だと思ったのか。いや、とにかく、みことちゃんもいちご大福好きなんだね。うん、大好きだ。あれは美味しい。良いものだ。負けないぞ。ん？はい。古事記は神代の日本の歴史について記されている史書の一つです。上中下の全三巻があり、日本の創世神話について日本書紀に比べてより文学的に描かれています。高村先生、どうですか、調子は。まあ、最初はそんなもんっしょ。いらっしゃいました、トモさん。それと、名字より名前で呼んでほしいって前言ったと思うんだけどな。みどりちゃんってね。まったく杉浦先生、もう少し教師としての自覚を。はいはいはい、分かっておりましたもん。で、これ食べる？よろしいよろしい、まだいっぱいあるもん。冷蔵庫の上の豚さんに50円入れてくれればいつ食べてもいいわよ。アイス、今季の限定味でね、思わず周辺のコンビニの入荷分買い占めちゃったのよね。まったく、杉浦先生、もう子供じゃないんですから、あまりそういうことは。もちろん子供じゃありませんとも。子供にはアイスの買い占めなんてできないでしょうからね。
こいつのところじゃなくて他のところに行かない？巫女がお腹いっぱいになる量が入る弁当箱はこれしかなかったの。舞の作る弁当はいつ食べてもうまいぞ。失礼な。ちゃんと美味しくて栄養があるものを食べさせてます。高村君ね、いらっしゃい。ご苦労様です。早速お話を聞かせていただけますか。化け物？なるほどね。それにしてもよく無事でしたね。逃げ切れたんですね。久我？久我夏木ですか。ええ、何度か教会にも訪れている子ですから。それはこういったものですよね。なるほど。確かに全く同じ紋章を持っているというのなら、おそらく姫伝説に関わりを持つものでしょうね。
ところで化け物に襲われた時に久我さんに助けられたと言っていましたが。なるほど、そうですか。他に彼女について何かありませんか。そうですか。また何か分かりましたらぜひ報告をお願いします。ええ、いえ、もちろん全てに関してです。些細なことでも。私の方から財団へは連絡しておきますから。高村君のことは評価されていますよ。はい、何でしょう。どんなことでしょうか。一番地、あまりその件に関しては関わらない方がいいかもしれません。いえ、不明なこととはつまり危険を伴うことでもありますから。あ、高村君、もうこんな時間、終わりのホームルームが始まってしまいますよ。もし改めて何か聞きたいことがあったら放課後また来てください。それと次回の報告は7月の8日金曜日にお願いします。以後もよろしくお願いします。先生、こっちこっち、先生こっちだよ。ちゃんとそれ持っているんだね。やだな、取ったりしませんよ。それより先生、一番地って知ってます？謎の組織ですよ。え、何をですか？知らなかったら教えてあげようかなって思っただけなんだけど、余計なお世話だったかな。一番地っていうのは古からこの国を統制し、まあある意味では守っている組織ということになるかな。で、その組織が呼ぶところの姫がここで重要なキーワードになるわけだね。先生ったら、そんなに一度に質問されても困っちゃうよ。でも先生も見たでしょ、あの裏山で。さて、なんででしょう。少しは自分でも調べないとね、高村先生。それにほら、もうあと3秒、ホームルーム始まっちゃったよ。そういう事情なら仕方ないよね。
ごめんね。ぜひまた誘って。うん、もちろんだよね、さくやちゃん。うんうん。あ、それじゃあ今日はそろそろバイトに行かないと。おっと、私もだ。それじゃあさくやちゃん、私たちバイト行くね。二人とも頑張ってね。もちろん。あ、途中まで私も一緒に行くよ。用事があるからお先に失礼するよ。うん、また明日。それじゃね。お粗末様でございます。ねえねえお姉ちゃん、風花はどう？研究ははかどりそう？どうしたの？なんだか難しい顔しちゃってるよ。お兄ちゃん見た目にはかっこいいんだから、もう少し砕けた表情しようよ。うわ、笑い慣れてないな。あ、そうだ、お兄ちゃん朝のこと覚えてる？お兄ちゃんはすぐ寝ちゃダメってこと。深夜番組があるんだよね。うん、でも全力で頑張ってみる。覚悟してよね、お兄ちゃん。お嬢様、お風呂の用意ができてますよ。年寄りのようなことをおっしゃいますな。高村様も十分にお若いです。それでも私高村様が来てから安心させていただいてるんです。何してるじゃなくて、よく頑張ったなでしょ。
機能までつけて優しく起こしてあげたのに。なかなかいないよ、スムーズ機能付きのモーニングコールなんて。おはよう、お姉ちゃん。それじゃ、私先にダイニングに行ってるから。どうとか言っていなかったか。それは私のお父さんの話。ああ、そうか。そういえばそうだったな。まさか制服で乗り回すわけにもいかないだろう。弟子なんだよね。ま、昨日は古事記について話し込んじゃったしね。なんだかんだで特に言い出す機会もなかったもの。ま、浜川教授のことがあるから咲夜ちゃんとは仲良くさせてもらったりしてるんだ。そうとも言えるかもしれない。ひとえに人徳のなせる技だよね。人徳はごく平凡な親たちだからさ、浜川教授みたいな人を親に持つってどういう感じなのかちょっと興味あるわね。面白くて良さそうだけどな。教授くんの両親は？なんでなんで？何それ、冒険家なの？うわ、君んところも天川教授に負けず劣らず飛んでるわね。だから天川教授に指示することもできるのかな。大学時代の先生が天川教授とお知り合いでね、そのつてで。私んとこの先生が出席する学会に同行したのよ。そしたら、そこに天川教授もいらしてたというわけ。で、学会後に3人でご飯なんか食べたりしながらね。
だったんだよ。それにしてもわからないものだね。人の縁がね、どこでどうつながっていて、どこでどう断ち切れているのかわからないものだよね。あれ、高村先生は今日は購買ですか？そうじゃないんですよ。いえね、これは私が作ったものなんですよ。私は独身ですからね、長い間独り身を続けているとこの程度の技術は自然と身についてしまうんですよ。高村先生も油断していると、あっという間に時は過ぎてしまいますよ。早くいい相手を見つけないと。とは言っても、もちろん校内では恋愛禁止ですが、高村先生は若いから、それだけでも女生徒に人気がありそうです。くれぐれも間違ったことにならないように。それでは食事にしましょうか。お弁当は早く食べんと。いや違う、今はあの化け物はいない。姫のことを調べていた、この辺りは姫に関わりがあるものが多いと聞いている。何かと聞かれるとよくは知らないのだが、そういうものを調べていけばいつかは兄上の居場所に行き着くのではないかと思っているのだ。うん、ジーは私に、巫女は姫だ、姫は戦わなければならない、だからヴィロ君を守るのだ。
ミロクを渡すな、兄に会うな。どうしてそんなことを言ったのかわからない。ジンの言うことは全部聞いてきたけど、やはり私は兄上に会いたい。教授も姫について調べているのか。そうか、何かわかったか。それは私の腕にあるあざと似ているな。もしかしてこの、あの夏樹というやつにあざがあるのかな。これで教授も姫だったら楽しいんだけどな。そうか、残念だな。さて教授、せっかくだから一緒に調査に出かけよう。何か不都合でもあるのか。誰あんた。教師には見えないけど。そういうこと。マジでほっといてほしいんだけど。余計なお世話よ。ダメ、もうしらけた。今日はもう帰る。今晩は一人で遊ぶことにする。私に命令しないで。私は私の好きなようにやるの。今晩は一人がいいから一人になるの。邪魔しないで。ただのナンパじゃん。本気になんないでよ。バカみたい。じゃ、そういうことだから。あんたも今夜は一人でやってれば？ゲ、え、む。勇気なおだよ。別に学校で私にお仕置きしたくなったらいつでも呼び出してよ、先生。ねえねえ、お兄ちゃん。Thank you.
そうなの？だから朝帰りが話題になるのか。よっほん。ミュッミュッ。そろそろ出発の時間ですが、高村様。それでは食器を片付けておきますゆえ、お二人とも行ってらっしゃいませ。行ってきます。ねねお兄ちゃん、昨日のことはもう許してあげるんだけど、代わりに今日は早く帰ってきてね。一等賞取るくらい早く。七夕だからお兄ちゃんとお祝いしたいんだもん。そうそう、用意して待ってるから早くね。え、何を？七夕のこと？わあ、楽しそうだね。いいな、お兄ちゃんのクラスはいろいろ面白そうな授業で、住まいのセチエです。
これは高村先生。寂しいですね。どうぞどうぞ。生徒会は先生を歓迎いたしますよ。お茶をお持ちしますね。少々お待ちください。適当な椅子におかけになってください。そのうち会長もお戻りになると思いますから。まあ先生やないですか。どないしはりました？先生の歓迎です。そうや、先生も行かはりませんか？ああ会長、お戻りでしたか。レイトさん、お茶もろたら行きましょう。先生もぜひご一緒に。いいですね、せっかくですし。今日は七夕です。いつも仕出しを頼んでる近所の料亭さんで、七夕にちなんだランチを限定で作ってはるんですよ。お弁当のサービスはないさかい、直接足を運ばなあかんのです。会長、そろそろ行かないと時間が。さあ先生も行きましょう。なんでですか？もちろん構いません。明日の授業の準備ですか、高村先生。おお、これはよくまとまってますね。私もこの方式で授業を進めてみようかな。なるほどなるほど。そういえば今日は七夕、恋愛成就の祭事ですね。2月と七夕は特に生徒たちが浮つきますから。ああ、これは申し訳ない。お願いします。高村先生にはお付き合いしている女性とかはいないんですか？いや、もちろん学園内では困りますけど、うっかりしてると私くらいの年にはすぐになってしまいますよ。ん？高村先生、どうしました？知れないですね。ちょうど知り合いから京都名物の生八つ橋をいただきましてね。まあお茶の時くらいは仕事のことを忘れてのんびりしましょう。なんだ、よかった。
私も実は用事でここに。七夕飾ってきたの。にいっぱい願い事を書いて飾ってきたんだ。あ、意外。だってお兄ちゃんこういうの見ても気分が盛り上がったりしないと思ってたもん。これは笹だね、パンダが食べるね、みたいな。はい、お兄ちゃん短冊だよ、これ筆ペンね。あ、音が可愛いでしょ。絶対可愛いってこの風鈴の音。お兄ちゃんには分からないかな。それにしてもお月様も綺麗だよね。まあ準備の8割は私がやったわけですが。はい、お茶と大福でございます。もうそろそろお召し上がりになりたい頃ではありませんか。お嬢様は？もちろん私は大福食べる。豆大福美味しそう。みゃんみゃー。あ、月読み、月読みも大福食べる？お食べ。みゅ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 。え、どうだろう。月読み、やっぱりお前には無理かも。お返しなさい。私と一緒で大福好きなんだね。それでは高村様、お嬢様、何かご入用でしたらお呼びください。ありがとう、これも手伝ってくれて。さっ、はあ、だってさ、お願いなんて無限にあるよね。だってどうしても譲れないお願いってとても一つに絞れないもん。どうしようかな。ダメダメ、見ちゃダメ。お兄ちゃんもちゃんと書いたらリセットさせてあげる。それはもうお父さんじゃないよ。うん、はい、見せてあげる。感謝しなさいよ。私がお願いしないと、多分お兄ちゃんは先生をしっかりできないと思うんだよね。よかったよね。ほら、ちゃんと織姫様と彦星様が会えたでしょ。1年ぶりの再会だもんね。
年前の七夕が晴れてたかもう忘れちゃったけど、来年も雨が降らないといいな。祈願についても取り上げられていました。意味わかんない。ねえねえお兄ちゃん、それでね、アリッサ様、お時間です。邪魔しないでよ、今楽しくお話ししてるんだから。ですがアリッサ様、15秒後には呪霊が鳴ります。教室の方まで。わかってる。それじゃお兄ちゃん、またお話ししようね。いやらしいことでも考えてたんじゃないの？Thank you.
このヤマタノオロチ伝説の物語の構成などに関しては約 76% の類似点をペルセウス・アンドロメダ神話に見て取れます。校則で恋愛が禁止されていることは知らないのか？その心意気は嫌いじゃない。何でもすぐに受け入れてしまうやつよりは悪くない。だが、すまないが、相手が悪いぞ。私は色恋沙汰などに実を抜かしている暇などないんだ。知らなかったか？なら、悪いがそういうことだ。他を当たってくれ。一言言っておく。この学園では人を好きになるな。結局不幸になるのは自分だぞ。恋愛がしたければ、どこか別の学校にでも転校しろ。それが最後はお前のためだ。それだけだ。それじゃ私はもう行く。分かってます。じゃけど、あまりの月には無理してほしないんです。無理など。いや、無理だって必要とあればやる。母のためなら。冷静にならなきませんね。相手はあの、一番地なんやで。相手が一番地だろうが関係ない。奴らは母の仇なんだぞ。私は今日まであの日の復讐をするために生きてきたんだ。はぁ、たまにはうちの助言かて聞いてくれはってもええのに。もちろんしずるには感謝している。だが。はぁ、しょうのない人だしな。今日はその言葉が聞けただけでもよしとしましょう。とにかく、あんまりいちびらんことへ。わかっている。あれ？先生、どうしたんですか？お前。聞いていたのか？いつからそこにいた？本当だろうな。夏樹、どうした？いや、なんでもない。それじゃあな。さ、先生、お茶でも飲みましょう。これは高村様、お早いですね。
はい、金曜の夜はカレー。これで1週間の時間感覚を取り戻すんです。海の上では一体今が何曜日なのかを忘れがちになりますからね。航海中はどこを見ても海、そして淡々とした毎日が過ぎていきますから。冗談ですよ、冗談。まだ帰ってませんね。どこぞで遊んでおるんでしょうな。ま、門限を破ったことはないので大丈夫だとは思いますが。それに最近は家に高村様がおりますし。いえ、何でもありません。それではお嬢様が帰宅し、夕食の用意ができましたらお呼びいたします。ごちそうさまでした。どうぞ。ハーブティーには癒しの効果もありますし、一日の疲れを取るにはちょうど良いかと思います。私もさっぱり存じ上げません。ただ旦那様のことですから、どこかで調査に没頭なさっているのは間違いないでしょう。頼りがないのは何とやらと申しますが、旦那様の場合まさにそれで、何かしらの連絡がある方が心配になります。あ、そうかもね。旦那様の場合、間違いなく心配するだけ損ですから、ご安心なさるとよろしいかと。本当だね。お父さんのこと心配して、心配通りだったことなんて一度もないね。ごちそうさま。お嬢様、すでにお風呂の用意ができているので、さっさと入ってきてください。高村様、少しよろしいでしょうか。先ほどの旦那様のお話なんですが。そうではありません。先ほど申し上げた通りです。ですが、あまりお嬢様の前で旦那様の安否に関する話はしないでください。お嬢様はああして明るく振る舞い、平気そうな顔をしていますが、おそらく今頃は胸中複雑なはずですな。しかし、より正確に言うなら、旦那様のことを話題にするのがよろしくないわけではないんです。旦那様の話自体はお嬢様も好きですから。問題は高村さん、あなたです。高村様が不安そうにしたり、心配そうにしたり、そういった態度をお見せになるのがよろしくないんです。あまり深刻にお考えにならないでください。深刻に考えていることがまたお嬢様を悩ませてしまうかもしれません。はい、そうです。なんでしたら、どんな拷問にあっても平気で笑っていられるだけの精神修行のメニューをお教えしますが。そうですか。
か。発掘作業などで紛争地域などへ行かないといけない場合などには有効ですので。そうなのですか。ですが旦那様は銃弾飛び交う中平気で発掘作業を続けていた時もありました。行ってくるからね。ちゃんとお留守番してるんだよ。